毒ガスとかの化学兵器を裏で作ってる研究所があるんだけど、とある新兵器を無力化する任務で潜入してるんだ。それでこれがその新兵器、細菌爆弾ソドム。爆発しちゃうと半径十数キロの生物が死滅するんだって。回収したいけど、このレベルだと外に持ち出すのも危険なので食べちゃいます。脳を買った